今回のテーマは奇跡のロングセラー LS35A BBC モニターについて話しますという内容でお送りしたいと思います。この LS35A というのはオーディオをある程度やってこられた方にはもうご承知のスピーカーのモデルだと思うんですけれども、これからオーディオを詳しくなりたい、始めたいという方にとっても覚えておいて損がない非常に得意なスピーカーですので、今回その内容についてお話ししたいと思います。まずサマリーです。ざっくり解説すると、どんなスピーカーなのか、サイズとスペック、誕生のいきさつ、ライセンス認定を受けて製造した複数のメーカー、デスクトップモニターからリビングのメインシステムまで、メインシステムに組み入れたところインプレッション、まとめ、次回では空気録音をという内容でお送りしたいと思います。次のページ。ざっくり解説すると、デスクトップサイズなのにリビング30畳未満でもとありますが、基本的にこれはですね、非常に小型のスピーカーで、ウーハーがなんと10センチという2ウェイスピーカーなんですけれども、非常に小さい、いわゆる今時の PC オーディオ、デスクトップオーディオサイズのものなんですけれども、実はデスクトップで使ってもいいんですけれども、リビングで使われている方も世界中に多くいらっしゃいまして、日本の間取りですと、まあ大体うまく鳴らせるということではないかと思います。続いて1974年に一般発売された超ロングセラー、複数メーカーで製造、50年近い歴史とありますが、1974年ですから、もはやもう50年近い、半世紀近い歴史があるんですけれども、未だに評価され売れ続けているという超ロングセラーモデルということになります。続いて、もともと放送局英国 BBC 閉じの中継機モニター、もともとがですね、イギリスの国営放送ですね、 BBC の中継機モニターとして開発されました。この BBC というのは日本で言えば NHK に相当するような放送局なんですけれども、とにかく予算がたっぷりありますので、民生のメーカーではですね、考えられないような開発費をかけ作ったんですけれども、そもそもの目的は中継機や外の会場などで、主に当時ですから声がちゃんと聞こえるかというようなことを含めて、いわゆる放送用のモニターとして作られたものです。ちなみに日本でもですね、 NHK がメーカーと組んでモニタースピーカーを開発しているんですが、歴史的に見ましてもパイオニア、三菱、昨今ではフォスティックスなど NHK と共同開発したモデルは非常に評価が高いという歴史があります。続いて、オーディオマニアで知らない人はいないほど有名、とにかく半世紀近い歴史がありますので、大体のオーディオマニアが聞いたことがある、見たことがあるということではないかと思います。続いて、イヤホン、ヘッドホンオーディオからの移行にもおすすめ。少し前にですね、ツイッターでイヤホン、ヘッドホン中心にオーディオやってきたんだけれども、通常のスピーカーも買ってみたいと思うものの、あまりにもですね、情報量が多すぎて何を選んでいいやらわからないというようなツイートがあったんですけれども、そういう方にとってもこれを買っておけば間違いがないということで、おすすめできるモデルではないかというふうに思います。続いて、新品、中古、派生型モデル、改良型モデルと選択肢も広い。当然長く作られておりますし、複数のメーカーで作られておりますので、未だに新品復刻版というようなものもありますし、これをベースに改良したモデル、それから基本的には BBC のライセンスを受けたものが正規モデルなんですが、それと若干変えた、ライセンスをつけてないけれども派生型のモデルというようなものもありまして、非常に選択肢が広いです。中古も非常に玉数がありまして、信頼できる中古ショップなどで購入するという選択肢もあるのではないかというふうに思います。続いて、クラシックの再現性には高い評価イコール他ジャンルも、イギリスのスピーカーということもありまして、基本的にクラシックの再現性は非常に高いという評価があります。この LS35A につきましては、スピーカーが小型ということもあって、これでオーケストラ、シンフォニーを聴きますと、目の前に小型のオーケストラが広がるというのは非常によく言われる評価であります。続いて、初心者が買っても一生基準として使える。初心者の方でもですね、これを基準にシステムを構築していけば、一つの基準としてレベルの高いスピーカーですので、まああまり間違いのない一生使える基準としての使い方ができるというふうに考えられます。なおかつ小型ですので邪魔にもなりませんので、一生ものとして使えるということではないかと考えております。続いて、アンプを選ばないが一定レベル以上だとシステム含めかなり選ぶ。
これが一つの特徴なんですけれども、基本的にある程度の音質であればアンプを選ばないというようなことが言われているんですけれども、一定以上オーディオマニアクラスのレベルになりますとアンプによってかなり音が変わってきますので、あるレベル以上の音を求めるということであればいろいろアンプを工夫していく、システムを工夫していくと、それに対して機敏な反応が戻ってくるというような特徴があるかと思います。続いてスーパーツイーターやサブウーファーを組み合わせる発展性も、基本的にこれは小型のですねスピーカーで密閉型モデルと、さすがに重低域それから超高域、これについては当時ハイレゾというものもありませんでしたのでカバーしておりません。しかし通常聞くような音楽ですとあまり過不足がないと、カタログ性能から見ると驚くように下も上も出るというふうに言われているんですが、さすがにですね重低域につきましては発売しているメーカー自体が純正のサブウーファーを発売したりとかですねいうこともありまして、大型スピーカー並みの迫力を求めたいという場合はサブウーファーを付け加える、さらに高域についてスーパーツイーターをつけてハイレゾの良さをより引き立たせるというような発展性もあるスピーカーではないかというふうに考えております。ざっくり解説は以上なんですが、もう大体ですね初心者の方ですとここまでの話で十分じゃないかというふうに思いますが、これ以降多少深掘りしてお話しいたしますので、興味のある方は続けてご覧になっていただければというふうに思います。次のページ、どんなスピーカーなのか、かっこサイズとスペック、メーカーによって多少の違いがあり、最も有名なロジャースの製品、これを例にとってお話しします。大きさ再三申し上げておりますが非常に小型です。高さが 305mm、 幅が 185mm、 奥行き 160mm ということで、当時ブックシェルフスピーカーという呼び方もされたんですけれども、文字通り本棚にブックシェルフ代わりにスポット入ると、欧米ではですね書斎の本棚にそのような使い方をしている人が伝統的に多いという話も聞いております。続いて 2way 密閉式、この密閉式っていうのがですね非常に肝になっておりまして、モニタースピーカーということもありまして、バスレフとかですねバックロードホーンのように少し無理して低域を拡張しているということがないので、非常に正確で自然な音が出ると言われるのが密閉式スピーカーの特徴と言われています。続いて10センチウーファー、コーン型、2センチついたドーム式、米印、もともとは KEF のユニット。基本的に発売してですね、かなり長い間、BBC のですね、ライセンスを出す指定のユニットっていうのが、開発にも絡んでいます KEF、こちらのユニットを採用しておりました。続いて、再生周波数帯域、70Hz から 20kHz。こちら、数値で見ますと、低域が 70Hz っていうのは今時のスピーカーはだいたい 50Hz ぐらいはありますので、ちょいと寂しいというふうに思うんですが、実際に聞いてみますとパイプオルガンなど一部の特殊な楽器を除きまして意外と不足感がないというのがよく言われる評価だと思います。続いて入力インピーダンス 15Ω 要注意、その後 11Ω や 8Ω のものも閉じとありまして、若干気をつけなければいけないのが、初期モデルが 15Ω、 その後中期モデルが 11Ω、 スペンドールや一部のメーカーは 8Ω のものを出しておりまして、このインピーダンスというのがですね一般的には 8Ω が多いかと思いますので、実際アンプと組み合わせて大丈夫なのかという話もありますが、だいたい 8Ω で出力される半導体式のアンプであれば特に問題がないと。真空管アンプの場合若干問題がありまして、8オームでつなぐか16オームでつなぐかというようなこともあるんですけれども、11オームあるいは8オームのモデルのものを買っておけば真空管アンプでも8オーム出力でそのまま使えるんではないかというふうに考えております。続いて能率 82.5dB、 これがですねかなり当時のスピーカーとしても小型で密閉式ということもありまして能率が低いというので、通常ですとそれなりの出力のアンプと組み合わせるというのがセオリーなんですが、この LS35A につきましてはもう一つ不思議な点ということで、小出力アンプでも意外とうまく鳴らせるというようなことが長年言われておりまして、ここもこのスピーカーのミステリアスな特徴の一部ということが言えるのではないかと思います。実際私も型チャンネル 3W の真空管アンプで特に過不足がないというふうな経験を得ております。続いて外観、伝統的な木目箱型サランネット付きということで非常にクラシックタイプな見た目になっております。続いてツイーターにフェルトツイーターバリア、
こちら、まあ、画像で見ていただければお分かりだと思うんですが、ツイーターの周りをですね、フェルトで囲っております。これがちょっと特徴的なんですけれども、通常ツイーターのバッフルっていうのがですね、各メーカーいろんな工夫をしておりまして、それが音にかなり影響すると言われているんですけれども、このスピーカーもですね、フェルトで囲むということで、ある程度悪影響をなくすという工夫がされておりまして、これもこのスピーカーの特徴の一つではないかというふうに思います。続いて当初の標準アンプはクオードのトランジスタ、この74年に発売されたというのが微妙な時期なんですが、実際にはもう1974年っていうのはほぼ真空管アンプからトランジスタアンプにオーディオアンプが置き換わった頃で、当初の標準アンプとしてはクオードのトランジスタアンプが指定されているんですが、実際にこれじゃなきゃうまくならないよという話は全くありませんで、いろんなアンプと組み合わせるといろいろ魅力的な音が出ますし、真空管アンプとの相性も良いというモデルと言われております。次のページ、誕生のいきさつ。こちらはですね、細かいことを言いますと相当膨大な内容になるので、かなり簡略化してお話ししたいと思います。まず1964年に同じ英国でグッドマンズのですね、マキシムというかなり有名な名機が発売されました。これが小型ハイファイスピーカーの歴史の幕開けと言われておりまして、いわゆるブックシェルフ型、本棚にスポット入るような小型のスピーカーというのが英国で歴史が始まったというふうに言われております。このサイズがですね、中継機でもうまく使いこなせるんではないかというふうにおそらく BBC が考えたんではないかというふうに考えられます。続いて英国の国営放送 BBC がかなりの開発資金を投じて中継機用かっこ中継車などスピーカーを開発ということで、一般的な民間企業のオーディオメーカーでは考えられないような開発資金を投じてこのスピーカーを開発したというふうに言われております。続いて LS35 が誕生し、改良を経て1974年に市販モデルの LS35A が発売と、まあ最初はですね、 A が付いてないモデルというのはこれは放送局内で使う業務用のモデルであったというふうに言われておりまして、入力もですねバランス入力という業務用のモデルだったらしいんですけれども、これに A が付きまして一般用に販売が開始されたといういきさつがあるようです。続いて以降マイナーチェンジ、製造終了、復刻生産がありつつも現在でも販売されている、この複数のメーカーが製造販売をして BBC がライセンスをつけるという方式なんですけれども、当然製造するオーディオメーカーの方は A 個製水がありますし、実際にもう古いモデルということで製造終了したものもありますし、さらにはやはり人気があるということで復刻生産されたりとかですね、まあいろいろな変遷がありつつも現在でも複数のメーカーから販売されているという内容になっております。次のページ、ライセンス認定を受けて製造した複数のメーカーということで、まあ、現在もうすでに発売されていないというメーカーも含めまして洗い出してみたのが以上となります。こちらに米印がありますのが現在発売されているもので、ついてないものはすでに製造終了しておりますので中古市場でしか入手できないというふうに言われております。次のページ、デスクトップモニターからリビングのメインシステムまで。まずサイズ的にはですね、昨今の PC モニタースピーカーや DTM、 いわゆる真ん中に PC のモニターがあってその両脇に設置するというのにちょうど良いぐらいのサイズなんですけれども、実際にそういう形で PC オーディオのスピーカーとして組み込んでもいいようなサイズになっています。続いて日本では4畳半から12畳ぐらいの部屋が多いのでこれだけでも十分ということで、デスクトップモニターから開始してもいいんですけれども、最終的にリビングのメインシステムということで実際に使われている方も少なからずいらっしゃいますし、そういう発展性が可能というふうに考えております。次のページ、メインシステムに組み入れたところかっこインプレッション。こちらはですね、私の最近の実体験なんですけれども、まず当チャンネルの仕様ではスペンドールの後期型かっこ8オームバイワイヤリング対応型というのを使っておりまして、長らくサブシステムかっこ AV5.1 チャンネル兼用として使ってきたがとありますが、
私の場合メインシステムは2チャンネルなんですけれども、サブシステムでプロジェクターの大型画面を見ながら 5.1 チャンネルで楽しむということも過去やっておりまして、その時 5.1 チャンネルのフロント2チャンネルとしても使えるということで使ってきたいきさつがあります。続いてメインシステムが納得になったので試しに入れ替えた。過去動画で何度かご報告しているんですが、最近メインシステムがもともとホスティックスのスピーカーだったんですけれども、非常に調子が良いということがありまして、かなり満足レベルの高い状況になりましたので、一旦これ以上追い込むというのをお休みいたしまして、ちょっと別のことをしてみようということで、サブシステムの LS35A と2チャンネルのスピーカーを入れ替えてみました。その時の印象です。6項目あります。1、明らかに中級から上級に変化した。2、彫りの深さや実体感が向上。3、定評通りオーケストラの弦の倍音感が優れている。4、サブウーハーの必要性を感じない低音感覚。5、全体に厚みのある音で存在感が強い。6、高域の抜けにやや不満、使いこなしに工夫余地あり。ということで、明らかにレベルが向上したなというところがあるんですけれども、フォスティックスから比べますとやや広域に不満が残るということで、今後システムの調整の余地が残ったというふうな印象を持っております。米印として、これを追い込むために今後どのようなことをやっていけるかという検討項目なんですが、玉転がし、特にプリアンプの真空管を入れ替えてみる、続いてケーブル交換、それからアンプ自体を交換してみる、スーパーツイーターを追加してみるというようなことでシステムをまず追い込んでみようかというふうに考えている昨今です。次のページまとめ。それでは今回のまとめとなります。まずデスクトップサイズなのでそのまま PC オーディオで使える。続いて極端に広い部屋30畳以上クエスチョン閉じでなければリビングのメインでも使える。続いて30年近い歴史があり、製造メーカーも多く、派生品もあり、新品中古も選択肢が多い。続いて知名度が高く、一生ものとして使え、上級者からもリスペクト。実際にこのオーディオマニアで LS35A っていうのを使ってるよという話をしますと、大体気にするかどうかともかく、バカにされるというようなことはありませんので、安心して使えるというふうに考えております。続いてトランジスタ真空管デジタルアンプと万能ながら追い込み余地あり、小出力の真空管アンプでも十分使えるという定評がありますし、アンプによって音は結構変わると言いつつ、ある程度のレベルの音であればアンプを選ばないという特徴もありまして、いろいろ追い込みの楽しみが増えるというモデルではないかというふうに思います。続いてこのスピーカーを基準にすればシステムの向上に確信を持てやすい。とにかく伝統的で定評あるスピーカーですので、相当特徴のあるスピーカーでシステムを追い込んでいきますと、どうしてももしかしたら追い込み方がいびつなのではないかという不安が生じてくる懸念があるんですけれども、このスピーカーであればそういう心配はないというふうに思われます。続いて最近メインシステムで使ったところ、レベルが高いもののシステムのアラも発覚。これは最近の私の実体験で、これからまた少しシステムを追い込んでいこうという楽しみが増えたという状況であります。続いて今後空気録音や比較視聴動画もということで、今回は解説動画となりましたが、実際にこれから空気録音をしまして、以前フォスティックスのスピーカーで空気録音したものとの比較動画なども公開していこうというふうに考えております。今回の動画は以上です。最後までのご視聴ありがとうございました。